おはようございます。2024年4月の18日木曜日、養老とありますけど、名神高速の養老サービスエリアです。今日から2泊3日で、関ヶ原とその周辺の山城巡りに出かけてきました。まずここの養老サービスエリアで朝食タイムです。5月に2回ほど入院がありまして、連休ゴールデンウィーク前に旅行しようということでこの旅行を計画しました。何にしようか迷っちゃうな。朝飯定食みたいの食おうとしたけどなんかなさそうだな。ラーメンは朝からこれにしようかな。養老筋かけ丼。今日は山登りするからね、しっかり朝から食っといた方が。養老筋かけ丼がなかったから私は今日はこれですね。朝はトントン、豚汁と豚のトントン定食です。あんたはうどん、きつねうどんか。最近ね、うどんも1000円近くするからね。ということでいただきましょう。うまそうですね。ここが京極市の遺跡跡ですね。上平寺ということで、ここが上平寺の集会場が前にあって、ここに数台車が止めれますね。で、上が伊吹神社があって、上平寺はきっとあっちの方の山の上ですね。結構きつい登山になると思われます。まずここに看板があります。上平寺へようこそ。伊吹山の南麓一帯に戦国時代、北近江を支配した京極氏の遺跡、ここにいろんなあるんだよな。で、現在がここですね。で、すぐ上が伊吹神社か。で、上がってってここにありますね。上平寺のまで50本、熊ひる、スズメバチ注意、熊がいるそうなんですよね。あ、まあひるなんかまだおらへんが、まあ今日は目標この上平寺で。こっちの矢坂っていうのもあるんだよな。2つ城があったんだな。こっからまだ30分あるからね。さあどうなるでしょう。ここにいるのは国史跡上平寺城、京極氏館跡、庭園、伊吹神社、一族の墓、置き屋敷、薬師堂。まあ、上に行くと多分みんなあるんだな、これ。そうだな。何インチキだな、せっかく来たのに。登山道崩落のため伊吹山は入山できんし、上平寺ルートも登山できませんと書いてあるが、どういうこっちゃ。まあ、この神社は多分参拝できるけど内堀跡、これ内堀だって。なんか残念だな。なんか案内がいっぱいあるんですけどね。上平寺館跡、京極高清か。北近江を支配するために整備した巨漢。そうだな。この神社境内がその館跡なんだろうね。
フレームもちょっと女学っぽくなってます。この辺が壇上屋敷とありますね。壇上さんの屋敷があったんですね、この上。もうこの鈴いらんかったな山上がるんで。蔵屋敷やと、まあいろんなこの京極市の家来の屋敷がずっとあったんだろうね、大きい屋敷。京極市の館跡、ここに今や名前館があったんか。上が神社ですね。ここに看板もあるな。京極高清が築いた巨館や家臣屋敷、城下町の遺跡まであるんか。約1時間登ったところに、備えの山城か城平寺城、別名霧ヶ城というのかと、八高城跡がある。看板がいっぱいありますけど、綺麗じゃないな。庭園跡か。この辺が庭園か。まあ一応石とか池があった雰囲気は残っとるじゃん。これが庭園跡。高清が帰還した時に整備された庭園。手前と奥に2つの池があり、池の中央には石が備えられた島がある、そうだね、今石で、その石だな。なかなかいいじゃないか。この上もまあこれ人工的に作った切り岸なんだろうな。あそこに墓みたいなのがあるな。ここに伊吹神社に京極氏の墓があると書いてあったけどな。いや、この伊吹神社に京極氏の墓があると書いてあったけど、これじゃないわな。まだこれ神社の下だもんな。そんな感じがする。城平寺城跡行く道が閉ざされていますね。ここは登山届出していかねえ監督な。せっかくな、上がろうとしたのにね、頑張って。今日はもう昼までかかってここを回ろうと思っとったのに、しゃあないです。まあいいか。きつくて挫折するかもわからんから。昼が終わるとか、ここから50分、俺の足だと多分まあ2時間近くかかるな。京極氏一族の墓が矢印になっとるけど、これってこっちのことじゃないよな。上、まあ多分こっちだよな。こんなとこですね。これは結構あるね。上にまだ階段があった。うわ、えらい。まあでも一応城郭っぽい神社でかっこいいですよね。よし、釜犬がいます。まあちょっとですね。じゃあ俺も今回の旅の安全を祈願しとくか。伊吹神社にちょっと出足がくじかれたけど、これ以上くじかれる。
あ、しっかり拝まねえかんね。京極氏一族と書いてあるも3つしかないな。あそこに誰の墓が書いてあるか。京極高清だったかな、さっきから看板で撮ったの。誰の墓とは書いてないな。上にもなんかずっとあるんだね。八重桜、あっちはしだれ桜、あっちはもう終わってますね。八重桜は今が綺麗に咲いてます、うん、おなかなか感じじゃんか、椿、うん、パタンと落ちてるの花が。あ、ほだな、うん、もう本当はとっくに終わっとらねえかんだ、うん、椿はね。寒いから。はい、さあどうしようかな。明日行こうとしとったあの玉城っていうのを今日行ってみよう、うん、この城平寺登れんかったから玉城行ってみよう。玉城はまあ30分ぐらいのコースタイムだから1時間ぐらいで登れますね。伊吹山が雲の中かな。今日は黄砂があるって言うから、あれ黄砂の中かわからんな。で、ここが玉城の入り口ですね。駐車場がないから路肩に止めるしかないです。誰か来てるやつがおったな。すごいね。熊がいます。でもここは多分熊いないわ。その辺にも東海自然保護になってる。私、記憶がないの。はい、ここが玉城の入り口ですね。城山遊歩道となって、城山って言うんか、600m20分、この道ですね。今9時40分だな。俺の道だ。1時間近くかかるぞ。こんなとこですね。熊はまあここはおらへんわ。550メートル来たんか。ここからちょっと山上がっていくみたいですね。どうぞ。鈴はいらんかったぜ。ところどころ石碑があるけど、なんかさっぱりわからんね。裏側に陸軍なんとか。あ、陸軍、んじゃ城と関係ないな。はあ、なかなか感じいい道だけどきついな。これもなんか昔の兵隊さんのなんかがね、これ、うん、うわ、またすごい階段が目の前に。ちょっと小休止だな。まだ7、8分だな、出発して。その辺から見たらこうね、でも結構きつくない？あー、なかなかきついね。もうでも上がったところがもうこの辺も城郭の一部なんだろうね。切り口だと思われますね。なかなか急斜面になってます。こんな感じですね。お、高い切り口の下に来ましたね。もう笛が本丸かなんかなんでしょうね。あ、かっこいいね。だけど10時だからここまでで20分、コースタイムの20分ですね。でもあともう10分や上へ行けるか。はい、城郭の入り口に来ましたね。10時5分だから、そうか、25分かって思ったより偉かったけど、早上がれた。はい、まずは小休止ですね。バナナ持ってきました。バナナとケーキか、あとはお茶があるだけですけどね。
け見えるわ。玉城だけど城山になってますね。南北朝時代清和源氏の佐竹義治が足利尊氏に追われてか、あ、じゃあこいつ南朝方か。ここに砦を築いた。戦国時代は浜六兵衛や杉山、知らんな。ここの城はあれなんだよな、2、3年前あの城博士の千田なんとかってやつ、あいつがあの紹介しとった、関原の戦いでここに秀頼を迎えようとしてすごい立派な大きな城を作ったの。だからあの関ヶ原は偶然関ヶ原が戦場になったわけじゃなくて、もう西軍石田三成はそこで戦うっていうのを想定してここに城を構えたんだね。えで秀頼がここに入っとったら絶対西軍が勝っとったよな。もう東軍のあのみんなあれな、秀吉の恩子の武将ばっかりだったんだ。ここはみんな見るんだ。松尾山、桃の配り山、家康ことところだ。海鮮地、笹尾山。だけど松尾山があんな後ろか、こっちじゃないのか松尾山ってな。生き物鹿おるんか、熊はおらんな。あとは鳥か熊は書いてない。あ、猿までおるか。へえ、じゃあちょっとこっちの城郭を見てみよう。よし、今言ったあの関ヶ原の戦いの時の城郭を表しとってくれたら嬉しいんだけどね。やけにだけど細長いな。もうちょっと広いかなと思ったら横幅が狭いもんな。あかんな、これ関ヶ原も見渡せんな、これ。関ヶ原の方向が確か見えたはずなんだけどな。グレーなんだ、関係ないか。あ、こっちはね、周りがすごいキジキジになってんだよな、高い。俺はもう秀頼をここ入れようとしておったぐらいだから、どうやら厳重な城だったんだよきっと。うわー、高いね、これ上がれんね、これはすごい。うわー、すごいね、ずっこけそうだな。これは写真撮りながら降りたらずっこけるぞ。下はすごい掘り切りだ、深い振り切り。あ、そこでいいわ。わあ、すごいね、かっこいいね、大きな振り切りです。まずちょっとこっちも見てみよう。じゃあ何があった。おお、こっちもすごいすごい、やっぱし秀頼を迎えようとした城ですね。すごい振り切りで厳重に防備してますね。さっきのこっちの振り切りの下はどうやって出るんだろうな。そっかは降りれへんだろ、まだ上か、こっちからあるか。うわー、すごいね、ほんと下までダーッと縦堀が切っているんだ。切り岸と堀と土塁の城だと、この前のその3年前ぐらいのテレビでやっとったで。まあこっちあれだ、切り岸の下はそこなんだ、その横こっちに行かんと。
なんか広く腰車に見えたけど。お下にこう車が できてんだよ。この上にこの大きなすごいあの切り岸を作ってるんだ。これかっこいいね。そこ細いけど取れるよな。うん、上から見てもすごかったけどね、下から見るとまたすごいね感じね。あ、それもだから縦掘りなんだよな。簡単にこっちぐるっとこう兵隊が行けんように縦掘り切って守ってるんですわ。深いね、ほんと。もう何重にもこう縦掘りが切ってあるんだね。まあこの辺でいいか。ずこける可能性があるで。はい、切り岸と縦彫り、こんな感じですね。おお、いくつも縦彫りがあるんですね。いいね。はい、また大きな縦彫りですね。あ、行けそうだな、そっちずっと坂でいいや。あ、ここは畝状になってますね、連続して。あ、行けそうだね、ほんと。あ、そうだ、かっこいい。うん、ここがまあ向こうもあるけど上がりやすそうですね。よし、こんなとこですね。すごい。まあこの下もすごいね。あ、さっきの縦堀があそこも深い堀になってますね。上がったか、上がれたか、楽勝、楽勝に上がれた。よし、ここ上がってきたら休憩所の下ですね。ちょっとやぶになってますけど、よし。うん、下はずっと足りてきて、すぐ上と思ったらまたここに一段あって二段にできてます。ということですね。よいしょ。あれは伊吹山ですね。で、この前のテレビ見とあれでは、関柄方面、南宮山とかそういうのが一望できるとか言っとったけどな。全然関柄の古戦場の方まで見渡せれんですね。あそこに田んぼあるけど、まだあれは違うもんな。あっちだもんな、関原は。おう、そっちだ。はい、じゃあ、あとはまあ、降りるだけですね。10時50分か。はい。大きな木に白い花が咲いてますね。桜に近いけど、桜じゃないわな。花びらがちっちゃいな。うん、花びらがめちゃくちゃちっちゃいわ。はい、はい、無事到着ですね。11時10分、1時間半の玉城散策か。まあなかなか楽しかったですね。さて、今からどうしようかな。なんか、あ、これも陸軍なんとかって書いてあるんか。そうだね。よし、東海自然歩道は、あ、東海自然歩道はこっちとこっちもじゃないのか。これは白山遊歩道だからこっちで行くんか、東海自然歩道は。東海自然歩道はそういうことか。
じゃあ昔はもう15年ぐらい前か、ここ歩いたんですね。ここは南宮大社です。八重桜が咲いて、あちらに大きな楼門っていうのか山門がありますね。立派な門が入れない。なんで入れんだ。あ、これが閉じとるの、なんか工事中かきっと。わあ、立派だね。おお、なかなかいい感じで咲いてますね。白い花もあるんだよ。お、八重桜白い集まる。あの諏訪公園も白いのがあったもん、ピンクから白になるんかな。いいね、白い花も混じってる。じゃあ南宮大社もちょっと参拝していきます。なんとまあ立派な社殿ですね。大社っていうから普通の神社よりか大きいんだろう。あのあれで格上なんだろう当然。神宮と大社はどっちが上なのかな。神宮の方が上じゃない、伊勢神宮だもん。出雲大社よりも伊勢神宮の方が大きい。あ、そうなんか。わあ、立派です。境内案内図。今この本殿か、桜門っていうのが入って本殿。あ、さっき写真撮ったとこやね。ああ、太鼓橋のある本殿。社がいっぱいありますね。あ、奥の宮っていうのもあるんだね、やっぱしな。でもこの神社の由緒書きみたいのはないのかな、どっかに。奥の宮が入っていく。開運招福。あ、あ、まあ美濃の国の一の宮か。参拝記念4月18日がちゃんと入ってるじゃん、いいじゃん。何だって神社白線できた。優勝書きがありましたね、先ほどのやつだな。金山彦狼の狼っていうか、水神天皇とかなんか聞いたことあるな。聖武天皇大仏建立祈願書。こんな日がありますね。奈良の大仏ここでお願いしたんか、無事できるように。あそこになんか三重の塔もあったんか、あそこの方だな。三重の跡がある。なんかいろいろあるじゃん。あ、ほんであれが鳥居か。なんかさっき書いてあったね。あ、なんかこれ。ね、鬼瓦がこう飾ってあるんか。だからもう、この社殿の取り外した鬼瓦を祀ってるという。あ、そうか。面白いの。なんか火がいっぱいあるな、本当。ちもなんか火があるし。なんだかんだって16個もこういう社が。ああ、そうかそうか、さっきの部屋あったね。あれ、東照宮まであるんか。東照宮は家康だな。南宮大社の東照宮っていうのがあるんだね。なんかいろいろありますね。おお、かっこいいね。さっきこの鳥居と千本椿か、あ、なんか書いてあったですね。よし、南宮稲荷神社の鳥居ですね。進んでみましょう。奉納者の名前書いてます。あ、本当だな。どういや、すぐ入り口になってやないかしたんだけどな。これは稲荷さんがおるんかな。
稲荷神社だけど、あ、おるな、白い稲荷さんが奥に。まあいいや、このハイキングコースのところに暗黒寺駅の陣跡があったはずだから、そこまでちょっと見てみようと思います。なんでこんないっぱいおると。稲荷さんがちっちゃなのがいっぱいいますね。これ加えてないじゃないか、何にも。ハイキングコースこんなのになっとったかな、あんまり記憶がないんだけど、ここ上がってくみたいですね。まあやめます、パスですね。最近作ったんだ。うん、でも熊こんな登るよね。ハイキングコース展望台まで1時間とありますね。でここに暗黒寺駅陣跡。でも何にもないところですね、旗があって看板があるだけか。まあこんなところにだけど陣構えとっても直接関ヶ原にこいつは戦ってないよな、うん、だけどこいつもあの終わった後捕まって処刑されたはずなんだ、三成と一緒に。秋の武田氏の維持か、暗黒寺駅。まああの毛利のそうだけど軍師みたいだったんだよな、うん、あ、決戦当日は南宮山の麓に陣を構えたが、東軍へ内通した吉川秀家のため働くことができずか。敗戦後逃亡したけど京六時代に潜んでいた捕まり、三成 小西行長と共に処刑されていますね。ハイキングコースの案内ですね。南宮大社の奥から、だからやっぱりここはこう行くんだ、さっき の入り口おかしいよな、うん、毛利秀元の陣が山頂にあったんだ、うん、秀元ってどういうやつかな。暗黒寺駅だね、今のとこですね。ということで、まあハイキングはパスです。1時間かかるんで。こうなんか横から見るのもいいね、長くて感じがいいです。現れるか、ほんまかいな。奉納者がいっぱいありますね。いくら寄付したっていうのがないな。あ、この鳥居を奉納したってことか、一本。そういうことですね。じゃああとは、まあ予定してなかったけど大垣城見ていこうかな。今日のホテルは大垣にありますから。昼は質素にすき家ですね。何行こうかな。最近あのチーズ、トロトロのチーズのこれだ、このテレビの宣伝をやってんだ、うん、明太マヨチーズ、ヤンニョムヤンニョムチーズ牛丼、これこれでいいや、これの波で明太マヨだと思うな。1100円もするな、うな牛牛丼ランチが580円か。これがアンニョムチーズ、ヤンニョムヤンニョム、あんたのがからし、ま、明太チーズ明太チーズ、うん、まあそうですね。これ最近テレビで、あの広告やってんだよな、宣伝。石原さとみがね、 あれ石原さとみっていうのかな、うん、じゃあいただきましょう、はい、うまそうです。いつも牛丼だったけどね。うん、トロトロになってる、うん、なんかトロトロっていう感じだったけど、うん、上のかかってるやつがね、チーズは、うん、普通の。ああそうか、まあいいや、食べてみる、どうだ、うまそうですね。すき家でも豪華に見えますね。はい、すき家の美味しかったね、さっきの牛丼、うん、で、真ん前コンテナのホテル、実はここ安いから泊まろうとしたんだけどね、無料の朝食ついて一泊2人で8000円ぐらいだったですね。でもな、ちょっとコンテナ1台分じゃ狭苦しいもんね。
どんな行さんあるんか。車はコンテナの前に止めれるんかね。まあコンテナの前は無理だろ、駐車場に止めれるんだよ。へー。はい、ここは大垣城です。なかなか立派な石垣櫓ありますね。綺麗ですね。これが大手門になるのかな、ちょっと分からんけど。大垣祭り、たらい船があるのこれ。サートみたいだな。へえ、石垣がいいですね。まあこの日があるから筆取ってるか。大垣は水の都なんだよ。大垣城は1535年宮川安定が築城。全然知らんな。大垣市内を流れる水門川の流れを外堀に利用し築城されましたか。昭和初期までこんな天守閣があったんだ。なかなかじゃん。で、書いてあるな、関ヶ原の時西軍を率いる石田三成の本拠地となった、もう入ってすぐ天守閣だな、真っ白で綺麗な天守です。さっきの写真は古そうだったから、まあ昭和かその辺で建て替えたんだろうな、きっと。そうだな、さっきもこの絵あったけど、昭和11年後ろ櫓とともに国営に指定されたが、昭和20年の空襲で焼失か、で昭和34年天守が再び再建されたか。だから再建された天守はもう国宝じゃないんだな、きっと。国宝時代がこんなあったんでしょ、まだ戦争前は。大垣城は別名巨鹿城って、美城よ、わからんな。先ほどの話だな。秀吉の城、三成がここに本拠地を置いたんだ、西軍の。この門はなんだこれ。当時の門かなこれ。立派だな。戸だけ家紋。おわむさんもとっちゃかんみたいだ。おお、火縄銃。これ持って構えができるんか。そうだったね。じゃあ浮田も一生懸命戦ったな。島津もなんか全然戦んで、最後中央突破してってやん。こっちが、こっちも西軍かこれ。あ、ほな見よ、織田の秀信三法師と書いてあるわ、西軍に味方して岐阜城、岐阜城でな、籠城戦で出陣するからいかんな、こっちが東軍の武将か、こんな黒田、池田、福島、この辺なんかみんな秀吉のあれだもん、東堂高太郎も普段、まあこうやって本田といえばそもそもの家康のあれだけどな。あ、オワムって三成が大垣城入るときにおった方か。
うん、で落城するからうまく脱出したっていうあの物語だね、うんうん、逃げる途中田んぼで出産なんだ一体北条籠城戦。あ、ありがたいのが南宮さん。あ、あんな遠いんか、もう、うん、へえ。でもこれ一夜にしてお前関ヶ原行ったんだろ。あの三成14日にここ立って15日あの関ヶ原で戦ってんだもん、うん、うん、確かそのはずだよ。こっから岐阜城が見えるみたいだけど、明治の半世紀後半って戸田家12代あのビルと、だからまあ今曇っとるっていうのがあれで面は、うん、あの辺に岐阜城が見えるはずなの。大垣城は1936年、うん、大垣城とこっちは何？何城？アザンと書いてあるのこっちが大垣城か、うん、大垣城と書いてある、うん、確かな甲瀬川の戦いは関ヶ原の前哨戦で西軍が勝ったはずなんだぜ。西軍が勝ったんだろ、うん、大勝利。島佐君浮田比例じゃないのか、うわ浮田対赤石家紋がか、うん、1段目2段目関ヶ原の戦いの様子です。でも絵がな、ようないな。ここは天守の後ろですね。あそこにスズメゴル。あ、それがワムの松。石垣がなんか白っぽいな、この石垣。ワムの松。これにロープを引っ掛けてあっちの塀に逃げたんか。これにしてもなかなか難しいな。松の木に縄をかけ、それを伝って内堀に。堀に浮かべたタラ屋に乗って脱出。ここに松があったんかな、うん、でこっちに逃げたんか、うん、へえ。それなんで堀に浮かべたタラ屋に乗ってでタラ屋の家があったんだね。内堀の川がここまで増水したんかね、うん、へえ。これその印かね。これこんなとこまで増水したんか。明治29年の風水害、こんな城ですね。ここもなかなかいいですね。門と天守と桜が咲いとる時期は桜と映る。あそこに八重桜がちょこっとあるか。でこれが戸田なんとかってやつだな。宇治鉄か。大垣藩の初代藩主。もう江戸時代になってからだもんね。あ、これ銅像と一緒に天守が映るんだ。お、なかなかいいところに立ってるね。桜の花がないじゃん、さくらんぼの。もう花が終わったら桜んぼに。そうか、ちっこな実ですね。はい、じゃああとは共同館も入れるからそこ見て終わりだね。これもなんか変わっとるな、これ、うん、ウコン、ウコンっていう花か。これ桜には似とるけど、これが郷土館。わあ、綺麗な庭ができてます。うん、もうなかなかいいじゃん。
だけどすごい堀の城だったんだね。ストーリーが映ったって。うん。内堀もなんかここはもうすごい広いんだ。どうだけって知らんもんな。初代が宇治鉄。まあな、江戸時代になってからだからな。うん、でも代々つながってんだ、すごい。もう明治維新までずっと戸田氏がおったんだな、これ。これが宇治鉄半祖、あれ初代、半祖と初代と違うんか。こいつが宇治鉄か。めちゃくちゃ立派そうな祭りは祭りなんだね、これ。出汁がもう山ほどある。あ、だからそれぞれの地域ごとにあるんだ。本町の出汁、中町。大体どこもそうだな、うん、高山もそうだったよな。船みたいな形で。うん。なツツジこれ。なちっこなツツジだね。うん、こっちの白いのもツツジだ。あそうか、もうツツジはそうか、そうだな。ゴールデンウィークの時だから。あ、この辺が綺麗じゃん。赤白があって。水門画っていうかですね、これも、大垣城の外堀になっとったんでしょうね。あ、あの門が入ってる。綺麗な。あ、本当だね。綺麗にしか入らない。あ、ほんで水門っていうの？うん、あ、こんなもんが立派なもんがあったんか、うん、ここにあったんだね、うん、ほんであれが辰の口、龍の口って書いてある橋、うん、奥の細道結びの地記念館、あのは変わり、あのかやぶきのあの家がそうか記念館か。でこの辺がなんか散策講師で、あ、船くりの船下りのあっち側向かってちょっと歩いて行ってみよう。うん、これが散策の住吉橋か。これがここは船町。ちょっとこの川沿いを散策してみましょう。ここに大きな駐車場があるんですね。この川も水門川ですね。あそこに水門があったんかな、この辺に。あそこでなんか乗り場があるんか。あっちに京橋と書いてありますね。もうなんかあれに水門があるんだ。なんか水が今流れてる。ちょっとあの看板見てこ、なんかあれはこの川の話とは違うんかな。左が京で右が何と書いてあるだ。あ、江戸。こっからも江戸を表示してるのか。左、江戸、右京。あ、関係ないか。そうだな、この京橋を曲がっていくんだ。大垣城の西総門。おお、西総門になってますね。こっち、うん、こっちだろう、きっと。現在地四季の広場。どこ歩いたがいいかようわからんね。松尾芭蕉はどうやって歩いたんだろうね。
なんか感じで門がいくつもあって、それをあるから水門って言うんだろうな、きっと。あれはなんだいってこんなところかね。コイがおったね、大きな大きなコイ見えるかな、今は薄いけどね。もうちょっとあっちまで行ってみるか。かっこいいじゃないか、滝の手前に。あ、場所と書いてあるじゃん。はよう咲く九日も近し宿の菊。へえ。場所は一個だけやね。なんだ、一個だけか。1689年秋、松尾芭蕉は奥の曽道の旅を終え大垣に滞在したか。この橋が緑橋とありますね。大垣運河か、これ。すごいね。先ほど見た住吉橋ですね。あ、その前が灯台か。芭蕉ゆかりの九碑巡り。あ、いっぱい九碑が飾ってあるんだね。どんなとこか。住吉灯台。なんでこんなとこんだけど灯台作ったんだろうな。これ川を行き来する。行き来するって言ってもこの川。住吉灯台船町湖。江戸時代から明治にかけて城下と桑名を結ぶ。あ、桑名まで結んでんだこの運河。すごいね。1840年に建てられてるのか。これですね。もうこんな川に灯台なんかいらんと思うにね。先ほど大垣から桑名までって書いてあったからね、すごいね。こんな、これだから人工なんだろ、運河だから人工的に作ったんだろこれ。じゃあこれで今日の観光終わりですね。ホテルに戻ります。どっかスーパーで豪華に刺身買ってかねえかんね。はい、今日のホテルコンフォート。正面がアピタですね、大きなスーパー。先ほど今日の夕食をいっぱい買ってきましたね。これが今日のホテル。まあこじんまりとしたホテルみたいですね。よし、すごい、こんなスペースがあるね、いいね。ツインで、広い方のツイン頼んだから、うん、ダブルベッドですね、いいね。これになったらゆっくり寝れるし、スペースがあっていいね、うん、ここでも食える。ベッドがあるじゃん、あっちの狭いツインはより3000円ぐらい高かったもん、こっちの方が。まあほら3000円ぐらいならこっちの広い部屋がいいねということですね、いいね。あ、こっちがウェルカムドリンクか。アルコールはないけどジュースなんかは自由に持ち込んでいいとか書いてあったね、うん、ここアイスもあるじゃん、氷ね。あ、氷、うん、うん。これ朝ごはん用だな、これ、うん、アイスがあるのはいいけど
期待外れな、こういうしかなかったね、うん、で、外見てなかったな、外はどっち側だ、なんだこれ、住宅地じゃん景色が住宅地でしたね、これはあかん、よし、じゃあまあゆっくりくつろうか、まずは風呂だな、シャワーだな、いいね、ここのシャワーはトイレと別だし、湯船がちょっとした洗うスペースもあるから、ね、普通あのトイレと一体のところは洗うスペースがあへんもんな、つらいです、まあ大浴場じゃないけど我慢できますね、はい、今日は風呂、風呂トイレとっても気持ちいいです、うん、風呂トイレ別洗い場です、ね、洗い場って湯船も広いもん結構、うん、ああ、これが気持ちいい、はい、ちょっとテーブルが狭すぎますね、今日は小料理をいっぱい買ってきたから、うん、いいんじゃない、刺身もあるんですよね、あとあっちが穴子寿司とオムレツ焼きそば、オム焼きそば、え？オム焼きそば、あれはご飯ですね、まずこっちが魚ですね、こんなマグまで買っちゃった豆なんかいつでも食べれるよ、そうか、なんなんみんな食べれるもんばっかりだ、まあいいがあのいろいろあったが楽しいじゃん、食べれないよし、じゃあ乾杯する、うん、こんな感じですね、冷蔵庫がちっちゃいんだ買ってきたビールと缶チューハイであふれ返ってますはい、お疲れさんでしたね、今日はお疲れ、いろいろ回ったよ、乾杯まず乾杯です、あー、うまいな、美味しい、フルーティーなビールが見られる私の声が今日も2万2000歩歩いてるわ、うん、もう結構歩いてる、1万今まで歩いたのが2万4000歩だから、うん、もうほぼ匹敵するぐらい歩いた、あの山がすごい、そう、上辺以上上がっとったらもうすごかったんだけどね、うん、まあちょうどよかった、ちょうどよかったね、あちこちも歩いてきっとあの途中で断念しとった、うん、まあまあ、うん、久しぶりだね、あの、なんだあの松尾山城、うん、小田川秀明のあそこ上がって、今日だから玉城上がったからな、明日は楽だよ、またあと関ヶ原のウォーランド、あの辺のなんだ、あと水の井の陣地、明日はお休みさ、簡単な、簡単ばっかりさ、うん、ほんだよ、今時間待っちゃへん、うん、今日もこっちの大垣のとこ、ほんと明日回ろうと思っとったぐらいだね、じゃあ朝ゆっくり出るやんね、うん、もうゆっくりでよ、いや、それもうまそうだね、うん、いいね、硬いかも、じゃあもう、ビールのつまみに買ったんだ、うん、うん、美味しい美味しい、あ、柔らかい、柔らかいのいいけど、手が上がる、よっしゃ、じゃあ乾杯の写真撮った